さあ続いてはアメリカの作曲家ポール・ヨーダーの作品からハスケルの暴れ小僧をお聴きいただきます。アメリカ生まれアメリカ育ちのポール・ヨーダー、実は日本にご縁のある作曲家です。優れた吹奏楽指導者でもあったポール・ヨーダーは昭和40年代にたびたび来日し、指導者の育成からコンクール運営に至るまでたくさんのアドバイスをし業績を残しました。40年代当時、そんな彼の作品はこの黄昏コンサートでもたびたび演奏されたことでしょう。本日はスネアドラムにスポットを当てた作品をお聴きいただきたいと思います。ありがとうございます。3人の打楽器奏者による軽やかなパフォーマンスにご注目ください。ポール・ヨーダー作曲、ハスケルの暴れ小僧。いただきありがとうございました。ハスケルの暴れ小僧お聴きいただきました。